どうも、山田清です。今回の動画は、台湾との対話になってます。以前ですね、タイ海生さんという、台湾の台北に住んでいる通訳やったり落語やったりしていて、建築の勉強もしたことがあるっていう、友人と話をさせてもらったことがあります。で、このチャンネルでもですね、あれ何回になったんだろう、3回か4回に分けて、多分カイちゃんって呼んでるんですが、カイちゃんと話をさせてもらいました。で、そのカイちゃんと話をした後にですね、あれ終わって楽しかったねなんていう話をしていたら、リーチンとも一緒に3人で喋るのはどうっていう提案をもらいました。リーチン、リージンというふうにも言いますが、リーチンさんはですね、台湾の台北ではなくて台東ですね、台湾の東側を拠点として、割とコミュニティデザインに近いような仕事をされている女性です。で、彼女がですね、台東圏の、仕事を一緒にやろうって誘ってくれたことがあって、もう3、4年前になるのかな、それぐらいの時にコミュニティデザインの仕事をやりたいからって言って、で一緒に、リージンと一緒に仕事をさせてもらったことがあります。その時の通訳も全部、カイちゃんがやってくれたんですが、そのカイちゃんが今回久しぶりにね、このコロナ禍で台湾なかなか行けないんで、リージンとちょっと3人でネットで話してみようよっていうことで、今回その話をしました。今回もまた長かったので、また3、4回に分かれるんじゃないかと思うんですが、まず映像がちょっとですね、カクカクになってるかもしれません。それは僕の別のパソコンですね、ノートパソコン、軽いノートパソコンをネットにつないで、で、台湾とやり取りしたということで、少し画像がね、粗いなと思います。ちょっと見ていただくと、ちょっと粗い感じになってますね。それから僕はホテルの部屋から話をしてます。ここじゃないんですよ。ここじゃないので、それからノートパソコンでこう煽るように撮ってるっていうのもあってですね、なんかちょっとこう、なんつったらいいんだろう、平面的な、なんかこう映像になっちゃってるなっていう気はしますね。僕が、島根県の出雲市に、出張で行っていた時の夜に、やろうっていう話になったんです。みんなが予定が合うのがその時間しかないねっていうことだったんで、よし、じゃあそこでやろうって言ったんで、僕は台湾のホテルで、つないだんですけど、ちょっとそのホテルのですね、ネットの速度があまり速くなかったということもあって、少しその、途中で言葉が飛ぶところとかがあったり、それちょっと気になるところだなと思いますね。それから迷ったんですよ。迷ったのは、リーチンが喋ってくれる中国語があって、その後にカイちゃんが日本語に直してくれます。で、カイちゃんはすごい人で、僕が喋ってる時は、向こうでリーチの耳元でウィスパリングはですね、してくれるんです。その日はカイちゃんも台東まで行ってくれていて、リーチと一緒にカメラに映ってくれてました。台北、台東、そして日本というんじゃなくて、カイちゃんが台東まで行ってたので、リーチのすぐ横でウィスパリングしてるんですね、支え合えてくれていて、僕が喋ってる時は同時通訳でやってくれてました。だから僕が喋ってるところはもう即座にですね、リーチにつながってる。この翻訳の速さみたいなやつもちょっと見てもらうといいかなと思いますね、かいちゃん。面白い男ですけれども、やっぱ翻訳の能力ってすごくて、わーっと喋りますね。あとね、翻訳だけでも精一杯じゃないのって思うのにね、なんだか、これは親しみも込めて、くだらないって表現しますけど、くだらないダジャレを挟み込んでくるんですよね。なんか、気候風土の風土とね、スローフードの風土みたいなのをかけてね、そっちの風土じゃなくてとかいろいろ言うわけです。そんなのリーチン聞いてたってわかんねえだろうって思うのに、ちょいちょい僕の方にそういうボケをかましてきたりするところがあって、わざわざそのボケの内容までリーチンに中国語で説明し直すっていうようなことをやる男ですね。で、カイちゃんがその速度で訳してくれるので、僕が喋ったやつっていうのはほぼリアルタイムで、リーチンにつながってる、伝わってるんですが、やっぱりリーチンが喋るやつは一通りリーチンの言葉を聞いてから、カイちゃんが翻訳してくれるということになってます。このリーチンが喋ってるところを、日本語だけで言うと全部カットしてしまって、カイちゃんが喋ってくれればリーチンは横でうなずいてるっていうことになるんですが、でもこれだとリーチンが喋ってる言葉が聞こえないのと、リーチンの表情とか喋り方が全部抜け落ちちゃうんですね。つまりカイちゃんが翻訳したとこしかなくて、リーチンは横でうんうんなんてやってるっていう。で、次僕が喋ったらカットされて、次
カイちゃんが翻訳してくれてリチン横です。でリチンどんな人か全然わかんないというのもあったので、やっぱりちょっとこう、まあ、我々特にね、僕は中国語を理解できないのでリチンが喋ってる間はわからないんですけど、一応これ残そうかなと思いました。だから、まあ、編集しないってことなんですけどね、編集しないでそのままずっと残してみました。なので今回はですね、まあ、時間が例えば15分あるとしても多分内容としてはですね、10分分とか8分分ぐらい、だろうと思います。その間はリーチンが喋ってますんで、ちょっと期待してるのはそのうちあの YouTube のその翻訳機能みたいなやつが上がってくるとリーチンの中国語の部分が字幕でこう出せるようになるんじゃないかなと思うんですよね。今は自動翻訳っていうのもあるみたいなんですけど、あんまり性能が良くないですが、将来的にはですね、これがあの自動にしてもすごくこのリーチンの言葉をリアルに伝えてくれるような字幕が出る、ないし音声変換ができて、もうリーチンが喋ってる間は直接、日本語になっていくっていうことにもなるのかなとか、そんなことにも期待しながら、少し今回は、まあ、ここからあとも何回か続くはずだと思いますけど、リーチンの中国語もそのまま入れていくということにしたいと思います。なのでまあ割と落ち着いた感じで喋る女性なんですが、リーチの喋り口のようなものもですね、僕らにとっては音楽のような感じですけれども、何とも言えないこの抑揚がついたこの中国語聞いてて心地いいんですが、ガーンという感じを聞いて、それに対してカイちゃんがこう要約して喋ってくれるっていう、その辺を含めて、ちょっと楽しんでいただければと思います。第1回目の今回は、リーチンというのが、まあ、どんな経歴を持った人で、今彼女はどんな会社でどんな仕事をしているのか、まあ、このあたりまでを聞いてみたということですね。文化人類学を勉強して都市計画、都市および地方計画を大学院で学び、それで台北の大学院を出たんだけれども、まあ、台東に住み着き、自身は台南出身なので台北でも台東でもないはずなんですが、台東に今は8年ぐらい住んで、ツワドーっていう会社をやっていて、このツワドーは割とコミュニティデザインに近いような仕事をやっているという、そんな話を、ね、していただいてますので、このあたり聞いていただければと思います。じゃあよろしくお願いします。どうも、山崎亮です。今日はここに2人いますが、通訳のカイちゃんが横にいてくれて、でリーチンが今手振ってくれてますね。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんはって言ってる。気持ち悪いけど、どう。カイちゃんは前僕の YouTube のチャンネルでも一緒に話をしていただいた人で、変わった台湾の人っていうことですね。もういろいろ紆余曲折をしながら台北に今お住まいで、まあ、日本語と中国語と通訳してくれる人で、そしてお隣のリーチンさんが、プロジェクトをね、台湾で一緒にやらせてもらっていた人でして、台湾の台東という東側ですね、東側で今ツワドっていう、そういう会社をやってます。で、その会社がどんな会社なのかっていうことも聞いてみたいし、それからリーチン自体がもともと文化人類学を学んだりしたっていう経験がある人ですので、まあそれが今のプロジェクトとかにどう生きていってるのかみたいな話もお聞きしてみたいと思います。ということで、じゃあまずツワドーって何してる会社ですか、これちょっと聞いてみたいと思いますが、お願いします。我从台南出生长大，然后在台北工作，然后人生第三个18年来到台东，然后在台北工作的时候就已经在台东跟台北两边这样跑，所以其实当时候在做台东的案子，非常喜欢台东，然后也这个希望用更接近人类学的方法可以做规划的工作，所以自己开了一间公司，就是希望用自己认同的方式来做这种政府的计划案，所以创设了金和堂，这是八年前的事情。对，但是2010年的时候开始跑台东这样子。台南に生まれまして、で私の時みたいにずっと長くなっちゃう、そんなことないですよね。あなたは長すぎたけど。長すぎたけど。ご意見も、ね、ということでね。生まれまして、で、最初の18年を台南に過ごしまして、で次の、学習の18年というか、あと仕事のかけっぱしが台北で、それから、
3つ目の18年が今その真っ只中なんですけども、台東で、うん、まあ、大学時代からも結構台東に行ったり来たりしてたんですね。で、台北で、大学院やってる時とか、それから仕事流れにも台東結構行ったり来たりしてたんですよ。だから2000年、2010年開始、然后2013年创业。で2010年から台東と結構関わり始めたんですけども、で、それでこう、あの、まあ、おっしゃる、あの、ご存知の通り、その、こっちは民族学って言ってますけど、まあ、文化人類学ですね、を学習しましたし、もっとこう、その文化人類学的手法で、いろんなプロジェクトを台東で進みたい。で、まあ、もちろん台東に惚れましてですね、非常にこう心を打たれまして、で、結局、アイターンしてきたんですけども、そして、仕事をどう進めるかっていうので、2013年にこのソワードという会社を立ち上げました。つまり、もっと人類文化人類学の手法を持って、例えば政府委託のいろんなプロジェクトを進めたいというのが最初の志です。なるほど。然后那时候创业的时候很核心的想法就是希望在自己生活然后也很喜欢的地方做这些规划设计的工作，然后其实因为每次认识很多在地的人，然后就会也会在这样子的交流连接认识当中产生一些新的想法，然后就会觉得啊，那我们就跟在地的人一起行动吧。所以其实那时候很核心的一件事情就是我希望在我自己熟悉的生活的地方做这些规划设计工作，所以我们公司都只有做台东的专案，然后或者是最多到花东，就是在东部地区。那其实都是跟在地的人一起工作，就是可能我们觉得哎，什么事情我们有那个热情，然后我们觉得可以一起行动，然后在人的那个合作跟交流当中，也许会有一些想法，共同去行动。然后我非常享受，也非常喜欢这样的事情，所以就也一路就到台东这几年下来，八年的时间，就是都没有离开过台东，都在做台东的案子这样子。で、やっぱりこう8年間経ちましたが、ずっとこの一つはさっき言いました人類 文化人類学的手法で、つまりもっとこう丁寧に優しくこう触れ合う知り合うというのを持って、こういろんなプロジェクト進めたいというのがありましたし、で実際やってみていろんな人といろんなプロジェクトの中でいろんなご縁で出会いますし、でその人たちと仲間意識を作って、あ、そうだとか討論しながらという中でいろんな新しいアイデアが生まれてくる。これを非常にこう楽しむんですね。楽しめる。で、そうするとこう、じゃあ次に進もうとか実験してみようという話にどんどんこうなっていくんですが、で、やっぱりこう自分の希望としては、住むところをベースに、その一緒に同じ地域に住んでる人たちと一緒にこうコラボしてこう頑張るというのが理想生活像なので、生活の理想像なので、そのやっぱりこう今でもツワード8年間ずっと台東にとどまりましてですね、離れたことがありません。で、する仕事をやっていますと、やっぱり台東とか、あの遠くてもホアリアン、台東の北に花ハスとかいまして、ねホアリアンという県があるんですが、つまりあの台湾東側の、とか山とか谷とかっていうここら辺の地域のみを対象にして、進めてます。台東だとあれですか、ごめんなさい、南側っていうともう台東県までですか、その後屏南とか高雄の方もありますけど、そこら辺までは仕事の領域にはしてない。屏東跟高雄就不在那边。不在。对，我也很想像亮哥这样到处跑。但是我发现我很难，我对我不熟悉的地方好像就很难去做这种比较规划或者是地方的工作。そうなん、あの入ってませんでね、残念ながら、あの、あの両先生のようにあのいろんなところに出かけてこう仕事をしたいんですが、なんかリージンはそのなんか自分のちょっとわからないところに入るとあんまりこう提案できなくなっちゃうというか、あの不安内なところにはやっぱりこう少しだから待ってし、あの知ってるところの方が発揮しやすいっていう。ああ、まあまあ、それはね、確かに、それはいいですね。まあ、よく、あの、風の人と土の人って言いますけど、いわゆる土の人に近い。あの、うちのスタジオ L は風の人でぐるぐる回ってやってますけれども、あの、うちの事務所に来ても、やっぱりその土の人として活動したいっていう人いますね。何人かいて、あの、日本の北の方、東北の、あの、方出身で、うちの事務所で、まあ、4、5年、修行した後に、自分のふるさとに戻って、あのそういう仕事をするっていう人、これがあの南の方の人もいましたね。
うちの事務所に何年かいては、自分のふるさとでそういう活動をする人がいますが、その人はもう自分の地域に留まって、活動するっていうかタイプの人たちになってますんで、リチンはどちらかというと、やっぱり、まあ自分のね、ふるさと台南ではないかもしれないけれども、自分がここだっていうふうに決めた地域と、その周辺というふうに活動されるタイプなのかなという気がしましたね。うんうんうん。はいはい。なんか、もうちょっと続けて喋りそうだったけど、どうなの？大丈夫ですか？没有，可以继续问。そうか。以上ですとかね。わかりました。まあそうですね。で、じゃあそのツアー動が今どんなことをやってるのか、その内容をちょっと聞きましょうか。OK， 我们现在有两个很大的部门，一个部门在做手语，希望对，一个部分在做那个地方的比较像是慢食的运动，台东慢食运动的推展，然后跟台东地方饮食文化或地方产业比较有关的辅导跟协助。那除了慢食节这一块之外，我们现在也其实有跟很多的设计师一起合作，来帮店家的产品做更好的定位跟包装。然后其实都是慢食的这些店家，我们希望让慢食的店家们其实更有那个好的产品力，然后更把自己的东西做好，所以其实都一直在协助这个慢食店家们的产业辅导，但是是跟很多设计师合作，也可能即将会有空间面向的设计师，那所以这块是一个部分。那另外一个部分其实是跟空间规划有关的景观跟设计，我们其实有帮忙协助台东的城市空间改造的这个，用民众参与改造的一个廊道，那也最近在关注这个儿童游戏场的议题，在台东这个是一个很新的开始这样子。然后所以等于是有比较是landscape 这一块的，然后空间urban planning 这一块的，然后但是有很强的参与式设计的基础，那这一块呢是比较在做产业辅导，然后店家，然后甚至带到节庆品牌活动，这块就很活泼，啊，需要提出很多的企划这样子。まあ大きく二つの面に分かれてまして、一つはまあさっき午後も非常に授賞式のつまりまあねおかげさまで今年グッドデザイン賞の金賞をいただきまして、おめでとうございます。はい、恭喜。で、その、りょうさんありがとうございます。で、スローフードというのが筋としてずっとありまして、まあ、スローライフスタイル。で、ただ、スローフードというスタイルだけじゃなくて、いろんな、まあ、そこでこそ、その、フィールドリサーチとかやりながら、どんなものがあるか、そして、それをどうやって、こう、みんなでブラッシュアップしていくかっていう、そこで、その、プロダクトデザインとか、商品デザインとか、まあ、メニューの設計とか、ね、そういった、あとは、まあ、もちろん、いろんなこう提案をしなければいけないので、新しい発想として、ちっちゃいプロジェクトとかをどんどんこう活発にこうローリングしていくというのが一つありますね。で、まあ、この中では、つまりいろんなデザイナーとマッチングして、そのスクリアップ、ブラッシュアップしていく。で、よくよくは、最近、やっぱり空間デザインの人たちも少しこうゲットインしたいというふうに考えています。で、もう一つは、つまりアーバンプランニングですね。景観とか、そのアーバン。で、例えば、台東市の、台東市には、まあ、ご存じのとおり台東デザインセンターですね。あれが昔の、旧駅でして、今台東駅の跡ですね。はい、今、北に移しちゃったけども、で、まあ、こう、海があって、で、谷からこう、降りてきた鉄道がこうやって入ってきて、またこう、出ていくという、セットバックなんですね。で、そこはもちろん港と接するし、みたいな、という、その、鉄道間、旧駅、界隈、に、やっぱりこういうのが残るんですね。で、そこ、三角型、市民三角型の手法を用いて、一つ、まあ、その遊歩道というか、散歩道っていうのを、作ったことがあります。で、あとは、看板ですよね。その、やっぱり、
そう、あのアーバンデザインという意味で、あの変なのがたくさんこうあるね、香港みたいになっちゃうけど、明け組果てに、そうしならないように、こう地元の少しこうゆっくりめので、こうあの爽やかな、そういったデザインとかも、うん、まあそれは指導というか、その店の方たちと討論しながら決めていくと、うん、ですから、まあ、アーバンの方はやっぱりこう三角型っていうのを重んじて住民参加型でやっている。で、そのフードってね、さっき風と土ってありましたけど、まああの食べ物のフード、フードね、うん、そうですね、うん、英語なんですとかってね、で余計でそこはやっぱり もちろん三角型なんですけども、もっとこう柔らかく面白くこう、うん、提案していくみたいな、というこの2つですかね、うん、なるほど。